なんか君が…でも油断は禁物。ここは起点名の基地だし、おそらくは…ということは、前回と同じようにここの…お、頭の…前方のマス目はクリティカルマスだよ。このマスに立つとユニットのクリ…外空域で侵入者を発見。何者だ。まだ調査中です。ただ中にはあの清月の魔…ほう、彼女は本当に私を困らせるのが好きだね。紀子様、ご命令を。せっかくのお客さんですから、ちゃんとご挨拶しな。これは全部ダークサイドも…なんでこんなに…まさか大会の会場のそばにこんな規模の…なんていうか、ずるい、意地悪。ルネッサンス。今はしりとりをやってる場合じゃない。まさか前方にある仕掛け制御装置を使って同じ色の仕掛けを制御しよう。そうすれば宝箱がゲットできるよ。早速、今だ。仕掛け制御装置の近くに移動すると仕掛けアイコンが表示される。タップすれば仕掛けを制御できるよ。ふう、やっと全部片付いたな。ジン、足元に。俺は本当に1秒でも油断できない。ここの罠は多すぎ。そういえばここに入ってもう結構経ったけど、どこかに隠れて僕たちを…でもなんか変…そうだ、5人だ。1、2、3。ジン、何？帰りが…さっきまでずっと私たちの後ろについていたはず。まさか罠にかかったとか。でも何も聞こえなかったよね。侵入者が承諾トラップ区域に入りました。承諾トラップ区域の先には必ずそこで会い。彼らは弱くないようです。すでに何箇所も。ならば、わ、そういえばジンが凹凸大会に参加した。俺は姉さんを探しに来たんだ。なんで急にそんなことを聞くんだ。僕はただ。そうだ、じゃあ指導の願いは。僕は自分の力。そういえば天使様の使命はただの任務ですよ。そうだよ、天使様のね。ちょっとちょっと、なんでだ。裁判ロボットも願いがあるの。もちろん。私の願いはこいつが早くミッションを達成する。どうだ、感動しただろうな。悪いが、お前らの願いを叶える旅はここまで。誰だ。起点名の人たちです。お前らはすぐ。よかった。
やっと見つ…マジクタ…なに…お前ら…カイリを返せ。確かに私たちはカイリを捕らえようと考え…申し訳ありません。構わない。お前たち起点名に噛みつこうとしたから。様、キコ様の行く手を阻む者は消え。今だ、断ち切る。こいつらがモンスターを操り、みんなを。起点名の庇護がなければ獲物になるのは私たちだ。嘘をつけ。抵抗するだけなら帰りは。彼女は捕食者。なんだ、捕食者。何それ。捕食者というのは他の参加者を狙って、あの清潔の魔女という名前を聞く。ふむむ。カイリがどうして参加者からポイントを奪おうと。いやはや、カイリの人を騙す術は。キコ様、お待たせして申し訳ない。私はキッ。ようこそ起点名。皆さんの起点名に対するお考えについては重々承知しています。この人自信満々のようだけど。誰があんたなんかと友達になるってんだ。ではまず、清潔の魔女の名を聞いたことがないならば、彼女のもう一つ新人。新入りのあなたたちはどうやら彼女。そんなの嘘だ。おかしいと思わないのですか。彼女がもし本当に誰かの助けが必要だと。彼女の見た目に惑わされないでください。起点名が彼女を。つじゃあ参加者を襲うダークサイドモンスターは、あれはどう。確かに私たちはダークサイドモンスターを操っています。ですが、それは大会ルールを破る。凹凸大会のルールでは、参加者が他の参加者を。ああ、もうへりくつを並べやがって。そうだそうだ。私の目に狂いがない。大会で特別に天使の助けを得たあなたたちと、モンスターの力を借りる私たちなら、すみません、友達を売るようなことは。いっ
あなたのお望みであれば。正直に話せば手荒い真似はせず見逃してもいい。でも、わかりましたよ。これを使えばダークサイドモンスターの謎が解けるでしょう。大会ベース。あとは力ずくで彼らから真相を聞き出してください。紀子様、準備が全て整いました。残念ですが、これ以上お話に付き合うわけにはいきません。皆さん、これが起点名から。逃げるのか。帰りはどこ。贈り物と。それってこのバッジの。石が落ちてきたぞ、ベクトルアローズ。うわー、もうあいつら。だけど帰りが。あら、そんなに私のことを。帰り。帰り、どこに行ってたんだよ。どこって。君は。もう少し離れただけなのに、あんたたち。ま、彼が言うには君は清潔の魔女のはず。それは。もうすぐここが崩れ落ちるぞ。のんきに話をし。魔女だろうが初心者殺しだろうが、彼女がカイリってことに変わりはない。カイリ、もう迷子にならないよ。バカ、道知らないでしょ。私に。起点名の奴らに逃げられたけどな。安心して、彼らにとっておきの大佐。紀子様、一大事です。基地がほ。どういうことだ。カイリです。ギミックを制御する石板を持ち去りました。カイリ、すぐ全員に伝え。はっ。今回は私の負けだ、カイリ。遊びも終わったし、ほっ。え、カイリは一緒に。あんたたちを古文。古文ジーン。あー、やっぱ私はもう十分楽しんだから。じゃあね。おい、カイリ、危ない目にあったら俺たちのところに来い。ほんとバカなひよっこね。ここで。また遊ぶ気になったら。あ、カイリはデータ通りなら間違いなさ。でもカイリは俺たちを襲わなかった。きっと何かの間違いだよ。あのね、簡単に人を信じ。俺はただ自分の目と。ジンが信じるなら。君たちは本当。なあ、もうやめやめ。今一番重要。キコが言ったあれ、大会ご。おい、会話を横取りす。言われてみれば、大会1位のガドロスと2位のグレイ、2人とも起点名の近く。グレイはたまたま通りかかっただけだ。あのガドロスもグレイを追ってここに来た。私に用はない。紀子様、逃げたあの者と。構わないさ。彼らは私たちの本当の結果は私の予想。引き続き計画通り。いよいよショー。そういうことか。起点名の件は分かった。ご苦労。ひひ、やるべきことだが、一つだけ覚えておくように。あなたたちの任務はダークサイドモンスターを排除し、死に影響を与えることではない。ったく、私たちのどこが得。
ね。ふーん、ルールを守らない天使なんて初めてだ。私は何にも聞こえなく、え、今笑った？いつも無表情な君も笑った？